さあ周りの歓声がこちらまで届いていきます。ありがとうございます。そしてクラーク来ましたね。いっぱいここでやはり ET、はい、クラークを投入。さあこのシャオハイに幾度となくこの優勝の優勝の前にこのシャオハイが必ずいるという厳しい状況をくぐり抜けてきたわけなんですが、なんとかここで初優勝をもぎ取りたい ET 対するシャオハイ。おっとフランケンシュタイナー、流れがいいのは ET。 おっとさあ空中投げを飛び出したんですが、この読みがちょっと深すぎて、そうですねなかなか怖い動きを見せますが、うまく機能してますねクラーク。流れがいいのは ET、 やはりこのクラーク M ラッシュを倒した。クラークの流れがそのままシャオハイにプレッシャーを与えていきます。そのマウントからシャンシーからのジャックガトリングアタック その確認が非常に精度が高いですね。高いですよね、うん、一つ一つ当たることによって、あっと空中ヒットなので、そうですね、これは判断することはできませんでした。難しかったですね。そうですね、ただ地上ヒットの、まあ、ヒット確認自体はできているということなので、さあベニーマル側も負けじと投げていくんですが、最後は陣内キック、そしてキザワード。いやしかしこのクラーク、お遠距離しヒット確認からね、ライジングショット、さあ空振りに差し込んだ形となりましたね、はい、一気にダメージ取っていきます。ゲージはここでなくなってしまったんですが、画面端のコンボ十分な火力、先ほどの ET の有利が一気に巻き返しましたね。しかしマックスライドレプーケン、最後レプーケンですね。まあ、通常技を出して削りに行くのか、うん、まあ、直で削りに行くのかというシーンだったんですが、そうですね、まあ、今のは後手にも確定しそうなタイミングだったので、はい、それも込みでしょうね。ガードキャンセルもできないという状況で、うん、はい、必殺技を出していきました。近距離しアドバンスストライク、まあ、これゲージを使ってはいるんですがガードさせているので、はい、戻ってきます、ね、戻ってきます。ジャプシー、ここで勝敗、イスラ同キャラ戦となります。さあグランドファイナル、まずシャオハイが優勝するためにはこの ET から3連襲リセットをかけなくてはならないといけないし、しかし ET にとってはこのシャオハイを目覚めさせる前に仕留めたいというそんな気持ちはあるでしょう。ああっと、さあここはジャンプシーが刺さっているんですが、おっとくぐって、うん、発動使ってきたのは ET、 そしてクライマックス、アマンダとセットで一気にダメージを与えていきます ET。 しかしまだ分かりません。ジャムディしっかりガード、崩れない崩れない、シャオハイ曲げも抜けていく、ここでも崩れません。さあ硬いですね。おっとなかなか攻めあぐねていると、星淡々と一発を狙ってくる、ここでスクライブ、そして最後はジャンプ D、やはり狙っていた、どこに勝負点を持ってくるかと思われたんですが、この EX クライブ、自らの対空反応を信じて出してきましたね。 EX クライブの対空自体は発生がそこまで速くないので非常に難しいんですが、出してきますね。これがシャオハイの反応、対空反応です。しかし ET、 クラークはここは変えずに、ガトリング、もう一発、これは置き攻めですね、近づくためにノーマルを読んでいます、ね、ピンポイントで投げを読んでくる。レプーケン、しゃがみし、フードとしゃがみしが交錯する、そしてジャンプ D、 足払いが非常に強烈なのでそれを逆手にとってピンポイントで小ジャンプを狙いにいきます、シャオハイ。いやーおっと、ここはオリハンも一発切り返していきます。ライゴーレプーケン、さあ経由不快な手法、シャオハイを目覚めさせてしまったのか ET、 この高い制圧力でこの体力をもってしてまだ残っているジャンプディ、
烈風拳、烈風拳、少しずつ少しずつ追い詰めていく勝敗。近距離し、ここはそのままフィニッシュ、そうですね、ですね、そのままフィニッシュまで持っていきます。少しずつダメージを与えてプレッシャーをかけつつ、最大ダメージが取れる瞬間を狙ってくる。さあ、イスラの開幕のダッシュはここをしましたね。ここはまだゲージも3ゲージあるので、まあ、ベニマル、イスラ、まあ、2キャラ分でしたらまだ全然戦えるものとなりますね、はい、その前にこのベニマルを終わった大名刀で追いかけてきて、うまく逃げたんですが、捕まってしまっているのは ET。 前に行く、ジャンプし、空中投げ、いや、なんとかここは壊しで取っているものの、まあ、まだまだベニマルの体力があるので、もう一発コンボが必要になります。 ET ジャンプ欲しい、固めてプレッシャーをかけていく。しかし体力がない。一発のこのスーパー人雷キック無敵技も警戒しなくてはならない、ならないといったこの状況なんですが、だ距離を取るためのバックステップ狙い撃ち、 EX ライメイト2連取勝敗。さあ、リセットまであと1本。やはりこの目覚めさせてしまった感がどうしてもありますね。勝敗、流れがあまりにも良くなっている。この手をつけられないといった状態に徐々になってきている雰囲気はありますが、モンさんの見方的にはどうですかね。どうですかね。その ET 側もいろいろ考えていることもかなりあるとは思うんですが、ひとまずはまだ再生、まあ、リセットがまだありますので、そうですね、ETは、はい、まだ一旦再生でもう少し様子見といったところですかね。しかしそのシャオハイの制圧力、立ち回りを突破するにはこのクラークの置き攻め、ストーリングクレードル、足払いよく見てる、ね、タイミングを合わせてきた。フランケン、さあクラークは、クラークの置き攻めは、うお、難しい飛びから、ここは全部をしのぐことはできないので、流れよく、ね、テンポよく詰めてくるのは ET のクラーク。さあ、やはりクラーク自体はかなり機能しているんですよね。そうですね、さすがの上海といえども転ばされると、まあ、どうしても、ね、はい、タクは全部しのぎきることはできないので、この状態をうまく維持することができるかどうかになってくるんですが、クラーク一気にパーフェクトゲームです。そうですね、このベニマルですね、やはり乗るかそれかの部分はどうしてもクラークはあるので、さあ、ピンポイントで投げを警戒しつつ、うお、この対空反応、また EX なのでダメージ自体が単発で火力のあるものになっています。ジャンピー、駆動からヒット確認、一気にガードを削り、ガードをさせつつ、まあ、自らのゲージを溜めつつ前に出ます。そして雷光烈風拳、ダメージ取れるところでは細かくダメージを取ってきます。ゲージをフルに使ってそのままフィニッシュ。まあ、ここはもうゲージ惜しむことなく2ゲージフルに使ってイースを倒してきました、シャオハイ。さあ、これでリセットリーチです。ついにリセットリーチ、あれだけ流れの良かった ET に対して、まあ、一気に3連取するしようかという状況なんですが、しゃがみへ、ちょっと高さが、まあ、少し高かったですね。そうですね、もう少し引きつけないとあれはつなぐのはちょっと難しいので、難しいところでした。その辺の細かい判断も若干鈍りつつあるというこの状況とはいえ、あのルートを使わざるを得なかったほどやっぱり少しでもダメージが欲しい、その精神状態になっているということですので、はい、追い詰められていますね。発動、一気に有利状況を使ってダメージを与えていくのはシャオハイ。 ET 苦しくなってきた。フロント、対空見えている、スクライブから、しかしもう一発対空、おーっと、これは大きいぞ、これは走り込んで、おっと、何もダブルアップを狙おうとして失敗しましたかね。しかしここジャンプ D、しかし最後に逆転しましたね。
なんとか逆転、一本取り返しました。いて格闘大会、さあこの一本で何が変わるのか。大したことねえじゃん。いやー、この一本で何が変わるのか。クラークがまたここで登場。ミキにとっても大きな一本になりそうですね。これはかなり大きなですね、はい、ガードガード、ここはガードで一旦しのぎます。 ET ジャンプ D、 この体育空対空の判断の速さ。マウントから画面端にここは連れ込みます。しかし距離が少しあったので、雷鳴雷光回し蹴りですね。雷光回し蹴りで切り返していきますね。足払い、足払いジャンプ。さあこれはこれは深めで通る。ワンコンボ、キックリピ2発からアーマー投げ、そして追い打ちが100で100程度ですね、はい、ダメージを取ることができるので、まあ、100切ってれば、うん、はい、この技で スーパーキャンセルでフィニッシュすることができます。ウルトラアルゼンチンバックブリーカーしっかり倒しきりました、はい、ウルトラアルゼンチンバックブリーカーでの追い打ちになりますね。あ、そうですね、はいはい、しゃがみ、今の先鋒戦は ET にとっても苦しい場面ではあったんですが、先鋒戦は取っています。ただここはもうきっちり、うん、無理することなくシャオハイが中堅、ベニマルでクラークを倒しています。まあ、ゲージ差は常にありますね。まあ、それだけシャオハイが試合を優位に進めているという結果が、まあ、このゲージに反映されていると。大根回し蹴り、おお、ギリギリのところ、止まりましたね、終わりましたね。ジャンプ飛ばし、陣内キック、うわ、シャッタースライクと。しかし小判を先に手に手を出したのは ET、 うん、陣、そうですね、ライシャッタースライクと相打ち、 DX ライ事件です、ライ事件ですね、はい、失礼しました。フードさあ、ここでは ET ペース、中堅ギース、先ほどの1勝がやはり ET の流れを取り戻しているか。ジャンプ飛ばし、うわー、おっと、ワンコンボ、大きなダメージ。さあ中央に戻したいんですが、不動で迎え撃つ、デッドホークだけ、ここでここでチョイス、砕いていきましたね。 ET ここに来て2連勝。さあお互いリセットか、なんと優勝へリーチ、優勝かリセットか、お互いリーチがかかる状況となりました。さあ ET 悲願優勝まであと一つ。この一試合本当に分かれ目になりそうです。なりそうですね、はい、延期嬉しい。さあクラークに思いを乗せて、しかし向かい撃つシャオハイ、そして BR 前進、アーマー投げをチョイス、足払い、中断ですね、中断、近距離 D はクラークは中断になります。単発ダメージなんですが、足払い、さあ流れ、しかしここアルゼンチン避けている。スドライゴール風剣、ET もここヒット確認してる。 EX ガートリング、バウンドまで使って DDT 置き締め重視の選択ですね。そうですね、至高のアーマー投げ、はい、B アルゼンチン。さあこの先鋒戦取ったのは大きいですね。しゃがみし、ここでジャンプ B チョイス、置き締め重視。さあまさに流星のようなジャンプ B、さあ飛び降りてしまったか、ライジングショット、うん、いやまあここはクラークとしては仕事はもう十分といったところで、シャオハイも冷静ですね。これだけやられていながらうまく対応してきます。シャオハイジャンプ B、 いい角度、このタイミングで高いジャンプ、ジャンプ B でめくれる軌道を選択することができる。シャオハイには見えています、その崩せる軌道が。
じゃあベニマルで一気にダメージを取りたいところなんですが、ここは ET も負けじと、ちょっと ET が難しい、ね、ちょうど真上に来てしまいました。そうですね、今後は難しい。トイ、しかし、さしの瞬間、ね、そこを取ることはできない。疾風拳、ここ非常に重要な中堅戦、大通り風拳、この大事な中堅戦制したのは ET、 悲願優勝まであと一つ、あと一つとなりましたね。ジャブシ、しかしシャオハイ、ゲージは3本、まだまだ分からないというこの状況。フド上からチャンスをものにする、クルタイク、この人、ああ強い1点読み、よく今の1点読みした。マックスワイルドスタイル、あーこれで分からなくなってきましたかね、ま、いやよく今の手出さなかったですね。確かにギースの対空はその当て身が基本的にはメインになるとは思うので、はい、あそこで出さないのもよく手を出さなかった。さあこれでチャンスをつなげてくるシャオハイなんですが、一気にダメージを与えてくる。いやこれでもジャンプ2024まだ分からないか。おシャオハイリセットかけるか、スクライブガード削りも痛い、しっかりガード投げ抜ける、ね、さあもうどっぷり使わないですね。最後は安定のバックジャンプ A ですね。いやこれでリセット、まだ分からない、まだ終わらない。いやー ET 悔しそうですね、これは。いやーこれは悔しそうですね。いやーエボジャパンまだ終わらない KOF、 この男たちの対決、次がラスト3先になります。さあ一旦ここはそうですね、まあ、インターバルを取って、まあ、シャオハイはもう本当にエンジン全開という形でこのグランドファイナル迎えてるわけなんですけど、はい、いや ET あと一歩、あと一歩というところだったんですが、本当にここが分かれ目になりそうです。そうですね、まあ、ET はウィナーズ側での現在ポジションとなっていたため、はい、3本取られたことにより、まあ、ET もルーザーズに落ちるということで、一旦スコアがリセットされ、はい、でお互い今ルーザーズ状態なので、これでもう一度3本選手をやって勝った方が本当の優勝ということになりますね、はい、なりますね。改めてちょっと説明させていただきますと、はい、いやこの敗戦で ET がどういう心境なのかというのが、まあ、この3本でやっぱり ET としてはシャオハイを目覚めさせる前に、はい、そうですね、3本取りたかったかなっていう、本当にもうあと一歩、はい、そして、まあ、先にシャオハイのイスラを引きずり出した上で、あの ET 側はギースの体力もまだ結構ありましたし、はい、イスほぼ2人丸々残っていた状態だったので、かなり優勝には一番手が届きそうな場面だったと思うんですけども、この一本を、はいはい、落としてしまいましたね。この一本がどう影響をしてしまうのか、あまり引きずってしまうとこのままシャオハイに持ってかれかねない、そういった状況の中 ET は何を思うか。グランドファイナルエボジャパン KOF はまだ終わらない、これが最終戦です。グランドファイナルリセット、さあこちらももちろん3先 BO5 となります。さあ行きましょう、2人の試合しっかり刮目し見届けましょう。ジャンプとし上から攻めているのはシャオハイ、やはり先ほどのギリギリの勝負制したシャオハイ、流れがいい、一回捕まえるがジャンプ A、 ここはコンボになって置き攻めですね、中段ですね、中段で一発確実にダメージを取って体力的に追いついてきた。ショウ日輪山手を出したい場面なんですが、よくここは我慢した。あと投げですね、そしてシャガンビーからこじ開けてくる、そして不動そのままフィニッシュ。いやシャッターストライクの場面よく我慢しましたね ET は。はい、さあやはり先ほどの激戦1本取ったのがやはり大きいか、勝敗この先鋒戦取っている。足払い上から、そして電動クラキ、少しでもダメージを稼いでいきます。そしてこれは立ち向かってますから、ね、
まあ、補正自体は効くんですが、まだ先方なので一つ一つが重くのしかかる、うん、そして雷鳴豪派投げ。ここではシャオハイもう相手を寄せつけることなく連打で一気に体力を奪っていきます。スクライム無理やりジャンペン、ジャンペンすごいところに判定ありますね。あそこでも勝てる、スクラッチ、もう一個、あーと、あー確定ですね。そうですね、まあ、ギースならでは、まあ、この辺の確定能力も高いです。ギース、さあダメージを伸ばしていきます。不動レップ剣、これは今度は ET 我慢、だいぶ出したのも早かったですかね。そうですね、だいぶ早かったですね。とはいえその一座のジャンプ C がかなり長いんで、長いですからね、はい、まあ、それを駆使、あの、はい、考慮しての、はい、当て身のタイミングだったと思うんですが、しかしここはライジングショット確実にフィニッシュ。さあここに来てシャオハイが、そうですね、逆転した状況となりましたね。やはり先ほどの一本がこの流れを呼び寄せているか。 ET この表情苦しい険しい表情が見えます。険しい表情ですね。また再度一本取って流れを取り戻さなくてはならないといった状況になっています、はい、ET。 さあキャラクターはしかし変更はしない方向で、そうですね、はい、信じてますね、うん、クラークを信じています。しかし読み合いが噛み合い始めている。足払い、マイビーからのガトリング、まあ、ゲージための選択ですね。しゃがみ C からガトリングが出てしまったか。 ET のクラークのリズム徐々にシャオハイにも伝わってきているか。なかなか崩れないで来ています。さあこの確認ガトリングですよね、はい、さあ最初の勢いは、おーっと、しかしここは1フレでもあれば割り込むことができる。アルゼンチンバックブリーカー、アルゼンチンバックブリーカーです。置き攻めはガトリング削りきれない。あ、バルカンですね、バルカンパンチですね、バルカンパンチです。あー、次に戻して、これも読んでいた、ピンポイントでしたね。そうですね、はい、まあ、ここ直接削りに行くかキャンセルして削りに行くかというシーンだったんですが、まあ、ここはガードキャンセル使って、まあ、フルコンボを叩き込むことに成功しました、シャオハイ。まあ、その辺も冷静ですね。フード、鉄風剣、疾風剣、あっと、これは入り込んできた、間に入ってしまった。ジャンプはアッパー、アッパーですね、入り込んできた。いや、またしてもここに来てじわりじわりと追い詰めてくる。いやー、シャオハイのピースこの強さですね。いやー、いやー、これはしてやられたと ET もこの表情、これは苦しいと言わんばかりの笑顔ではありましたが、苦しさがもう伝わってきていましたね。ヘンビージャンプ飛ばし、ここは中段ガード、中段すら通してくれない、うん、ここは当て身ですね、はい。この置き攻めギース相手にするとやはり少し変わった、まあ、当て身を考慮した置き攻めをしなくてはならないので、直接ジャンプ攻撃を重ねるという場面は若干減ってきます。大神経、これは飛び越えてきた、大きいダメージ、ワイルドスタイル、体力一気に半分、ガード、あっとジャンプで入る。さあこれは、これもう一回ワイルドスタイル、ゲージを使いさえすれば、いや使わずにフィニッシュ、ね、さあこれでまだまだ大将戦やれ、ま、やれるような状態になりましたね。追いついてきた ET。 さあシャオハイ、現地的にはもちろん有利なんですが、まあこれはもうほとんど有利状況は、おっと、ここミス、さあこれはラッキーな展開となった。これはどう影響するか、まあまだまだわからないですね。ほぼほぼホブ状況、ただここは立ち回りうまく駆使してダメージを与えていくのはシャオハイ、この辺の制圧力やはりさすがですね。シャオハイ非常に息が苦しい状況の中、さあ前に出なくてはならない ET、 中段もう一発、あーっとジャンプでスカシオチョイス、バックドゥバックからキングオブフィース、アイランドへしっかり決めていきましたね。これは
補正は効いてるんですが、さすがに体力ありません。さあ ETA 逆転に成功。さあこれで1対1イーブンとなりました。イーブンですね。今の一戦もかなりシャオハイペースで試合が進んでいたんですが、さあここはかなり ETA にとっては大きな一勝になりそうですね、立て直せるきっかけになるかもしれませんね。そうですね、はい、あの苦しい状況でさあ立て直したこの一勝どう影響するか。さあ優勝へお互い一歩ずつ階段を上っております。あと2歩、あと2段、この2段があまりにも険しい対決。 ET 対シャオハイ、確認したんですがこれは遠い、ちょっと遠かったですね。確認までは素晴らしかったんですけどね、ガトリングの手が届かなかった。キャンプ飛ばし、遠距離し、空対空からこの置き締め非常に重要。取っているシャオハイ、読み合いを噛み合わせてきた、噛み合わせてきた。先ほど見た技はやはり通用しないということなのか。そうですね、止まりましたね、まあ、打撃と投げのプレッシャーが、まあ、ET の場合はほぼほぼ半々で飛んでくるので難しいところではあるんですが、うまく合わせてきましたね。もう完全にここは、まあ、噛み合わせたという形で、投げにジャンプが噛み合いさえすれば、まあ、フルコンボということで、疾風拳足払い、しかし ET もここは体力減ることなく駆動でゲージを貯めてシャッターズ。さあこれはどうなるのか、ジャンプ飛ばし、苦しい状況です。少しこういう状況、やはりじわじわと追いかけてくるシャオハイ。フード一発ずつ確実に削っていく、削りでダメージを取っていく。熱風拳、なんとかしゃがみへ、やはり削りで少しずつでもダメージを与えて取っていくしかないといった状況まで追い詰められているんですね。あと雷神拳、これは引っかかってしまいましたね。おお、しっかりコンボ判断も完璧でしたね。完璧ですね。やはりああいった場面手を出して追い払いたいというところでの EX 雷神拳、強烈ですね。カウンターブローとしてはもうほぼ最優秀といってもいい技ですよね。当たると本当にフルコンボまでついてくるという。ああ、痛い。大臣君、タイメイト、稲妻さんだけ、そしてバックトゥバック、まあ、無理やりでもここはダメージを取って、まあ、なんとか対象戦に持ち込みたい ET なんですが、発動を使うバックトゥバック、決めていきました。まあ、ここは足りるかどうかの判断、EX 技でしてからバックトゥバックを使うかどうかをチョイスしてきましたね。ジャンプ D、 大きなダメージ。まあ、開幕シャオハイがダメージを取って、まだ体力リーサル圏内にはないので、ここはダブルアップをチョイスしてきました。さあこれは金魚石から入ったぞ。ここで追い上げを見せてくる。イスラ同キャラ戦、お後ろに丸、後ろに下がる。そしてダメージ、まだコンボに行かない。さあ投げていく。さあ読みが最後に、まだ分からないぞ、まだ分からない。ガードジャンプし、一個ずつ丁寧にスピードを一発刺さったんですが、まだシャッターズ、無理やり捕まえました。最後の上がりとんでもないプレッシャー、シャッターストライク、今何発見えました。シャッター、ちょっとこれはいやもう本当に一発でも刺さればわからないといった状況で、シャッターストライク3連発か4連発しましたね。どこかで当たればもう終わっていた状態だったので、それでは飽き足らずスクライブまで見えてました最後。さあ ET、 すごい近くになってました。あの ET が祈り始めましたね。そうですね、はい、シャオハイもここの今の試合は何としても取りたいという気持ちが伝わるプレー。今度こそ取れるか ET。 ET リーチ、先にリーチをかけたのは ET。さあ最後の一戦となるか、それともまだ続くでしょうか。シャオハイが粘ることになるのか。エボジャパン優勝、世界のチャンピオンといっても過言ではないでしょう。その頂点にこの ET 返り咲くことができるのか。 KOF の頂点、エボジャパンのチャンピオン、
ここでアルゼンチン流れを取り戻したのは ET 引き返しましたね。ジャッジ、そしてフランケン、次の荻爪はどうする、宇治目さんある走り込んでしゃがむし、フープーケン無理に近づかない、アーミピー、しかしゲージがない、しゃがみへ止めていきます。体力が残っている、怖いぞシャオハイ、この体力残ったクラーク、稲妻三段切り、まあ、ゲージがないのでここは精一杯空中投げ、さあ画面端にさえ詰めてしまえばといったところもあるんですが、ここはシャオハイも腹をくくって勝負をかけてくる、無敵技でうまく回避してクラークに被弾なく中堅戦に持ち込めばこれで分からなくなる。シャオハイとしてはこのクラークにいいようにはされたくない。さあここは我慢ですね。さあ我慢を続けている ET クラーク、クーナゲ制圧してくる、ビールタッチしっかりガード、もう一回、まだ残っている、後ろに下がってジャンペー、ここはよく耐えたシャオハイ、シャオハイよく耐えました。クラークあの体力を前にしてノーダメージ被弾なし、中継戦です。大根回し蹴り、うお怖いですね、大根回し蹴りを刺すか雷神拳を刺すか刺すか、そういった支援展開になっている。さあガクラチが近づいてきているぞ、ゲージがあるのは ED です、うん、なんとか脱出しましたね。ゲージを使えば無理にでもこじ開けることはできる、おっとシャッタースライド飛び込んでいる、試合が大きく動きます。スラッシュ、うん、空対空制しているのは ET、 上を取って、まあ、お互い同じモードですね。さあ UG、ちょっとヒヤッとした場面で、あーっと、うん、しかし遠いので足払いが精一杯ですね。あーこれは大きいダメージ、さあちょっと残りましたね。うーん、いやー今度は ET がシャッターストライクに、さあ思いを乗せて発射してきているわけなんですが、あのクラークの有利状況から逆転してきましたシャオハイ、これまだわからないぞ。発動使って画面端のコンボ、うん、ファイルのスタイルからまだ体力が残っているんですが、まだ残っているんですが、うん、投げですね、まあ、下段中段両方あるので、まあ、プレッシャーがかかっている場面で一瞬ガードを入れてからの投げですね、はい、そしてこのほぼ五分近い状況の対照戦、さあリセットからのまだ分からない最終戦に持ち込めるかシャオハイ、それともここで優勝を決めるか ET、 さあ ET はこれを倒せば優勝ですからね、流れがいいのは ET、 しかし切り返してくる、シャオハイにも意地がある、あーやーっとこれは試合が大きく動く、そう優勝へ届くのか、届くのか ET、 残る、優勝エボジャパン2024ザ・キングオブファイターズ ET、 優勝は ET、 おめでとうございます、この表情、この激戦、シャオハイとの激戦、何度も何度もシャオハイにその壁を打ち、その座を打ち砕かれた悲願優勝 ET、 ここで ET が返り咲くこととなりました。いやー目にも光るものがありますね、うん、悲願優勝、何度も何度もシャオハイに囲まれた2024 presented by ROTO King of Fighters 15、Here is your champion, ET! Yeah!試合でした、素晴らしい試合を見せてくれた、素晴らしい試合でしたね、まあ、ET 選手、シャオハイ選手に今一度盛大な拍手をお願いします、よろしくお願いいたします。